タイマン買ってくれよ。ほう、私が買ってやろうか。いや、銃はダメでしょ。めたくない。何か言ったか？いいえ、何でもありません。ほら、最近ハマっている漫画に影響されてないで自己紹介。改めまして。どうも、大学生は人生の夏休み。とか言ったやつをぶっ飛ばしたい。アジサイゆっくりだよ。試験勉強のストレスで霊夢トーク主がハゲそう。マリサだぜ。今回はゆっくりテーマ料理選手権第3弾をお届けするぜ。ゆっくりテーマ料理選手権の詳しい説明は過去の動画でしてるから、初めて見る方はそっちから見てね。それで、マリサ、今回のテーマは何なの？実は、今回のテーマは、おつまみなんだ。そして、今回の参加者様がこちら。なるほどねー。よし、来月頑張ろう。いや、諦めるのが早い。だって、うつ主お酒ろくに飲まないし、おつまみのことなんかわかるわけないじゃない。おい、霊夢、日和ってるのか？そんなわけない。この卵大好きクラブの総長である私が日和るわけないよ。名前がすげえダサい。やってやるよ。それじゃあ、今回も張り切って、レッツタイマン。え、今なんて？それで、今回は何を作る？あ、見ての通り、今回は餃子を作って、キンキンに冷えたアルコールでいっぱいやろうぜ。いいね。想像しただけで最高だよ。それじゃあ、材料紹介。今回使う材料はこちら。豚ひき肉、キャベツ、ニンニク、生姜、ネギ、ニラ、最後に餃子の皮だぜ。それじゃあ、調理に入るぜ。まずは白ネギ1本。みじん切りにできたら、バットに広げて。このまま冷蔵庫で水分を飛ばしておく。続いて、ニラは3束。続いて、キャベツ 300g。何でこれだけタッパーに入ってたの？実はうつ主が健康に気を使って一玉買ったのはいいんだが。なんやかんやで食べきれなかったと。そういうことだ。このままだと、あんが水っぽくなるから水分を絞る。マスタースパーク。よし。続いて、ニンニク2かけら。すりおろしてもいいんだが、今回は粗みじん切りにしようか。今度は豚ひき肉 300g を大きめのボウルに入れて、塩を少々。まずは、粘りが出るまで練り上げていくぜ。あとは全部ぶち込む。キャベツ、ニラ、ニンニク、ネギ、砂糖酸、生姜小さじ1杯、オイスターソース大さじ1杯、醤油大さじ1杯、お酒大さじ1杯、ラード気が済むまで、今回は少し、最後に片栗粉大さじ1杯、あとは練り上げるだけ。
さて、ここで最も重要な工程。野菜と肉を馴染ませるために、冷蔵庫で寝かせるぜ。ラップをかけて、1時間お休みなさい。じゃあ、私はこの間に京都アベンジャーズの続きを。この間に洗い物。え?はい。さて、場所を部屋の大半を占める気持ち大きめの机に移動。ここから包んでいくわけだが、ここで登場するのが、こちら。ジップロック的なやつ。ここに餡を入れて。空気を抜く。それで、端を切れば。これで、OK。バットを2つ用意して。突き防止のため、バットにラップを敷く。一つは作業用でもう一つは完成したのを置くようだ。ふむふむ。餃子の皮を並べて。それじゃあ、絞っていこう。おお、すごい楽。だろ?これだと作業スピードが段違いなんだぜ。空気を入れないために、餡を平たくして。水溶き片栗粉を縁に塗る。あとは適当に包んでいく。適当でいいの?まあ、私たちしか食べないからな。はい、きれい。あとはこれをひたすら、餡がなくなるまで続けるだけ。結構楽しいね。よし、私もできた。上出来だな。それでは、完成するまで、マスタースパーク。ということで、完成。じゃあ、焼いていこう。ごま油を敷いて温めたフライパンに。池餃子、君に決めた。いい感じに並べて。軽く焼き目をつけて。ここで、水溶き片栗粉。火を中火に落として、パチパチ音に変わるまで焼いていく。そろそろいいかな?マリサ、早く早く。じゃあ、ひっくり返すぞ。いくぞ、せーの。おお。これで、餃子の完成。ということで、完成しました。手作り餃子。ごま油のいい匂い、絶対美味しいやつ。早く食べようよ。それじゃあ、いただきます。すごいパリパリ。まずはそのまま。うまーい。パリパリの皮とジューシーな肉汁。それに野菜のシャキシャキ感。野菜がたっぷりだからバクバクいけちゃうよ。そのままでも十分に美味しいね。でも、個人的にはポン酢をつけたい。ポン酢をたっぷりとつけて、いただきます。うまーい。ポン酢の酸味が素晴らしい。これでこそ餃子。さてさて、そろそろ。いきますか、アルコール。どっちにするか悩むけど。今回は飲みやすいやつで。君に決めた。色が綺麗だね。いただきます。かあ、うまい。油物とキンキンに冷えたアルコール、犯罪的だね。ごちそうさまでした。残りはゆっくり食べるよ。ということで、今回は餃子を作ってみたよ。やっぱりアルコールと油物の組み合わせは最高だね。今回はコラボ企画だから、他の参加者様の動画も見て、一番美味しそうだと思ったチャンネル様に概要欄の URL から投票してね。結果発表はこのチャンネルで8月上旬に行うよ。楽しみにしておいてね。こんな感じかな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それじゃあ、またね。